はい、こんにちは。今日は複素数の問題を紹介するんですが、これ引用元の、問題集には、分野としては数2って書いてあったんですけども、で私、複素数は数2ならどこまで、数3ならどこまでっていうのを詳しく把握してなかったんで、一応、数2の参考書を見て、複素数ってどこまでやるのかなと思って、数2の参考書見たら、ほぼなんか、i の2乗がマイナス1と、あと、共約の複素数っていう言葉が出てくる程度で、それ以上のことはあんま書いてなかった。複素数の掛け算の意味するところとか、極形式は書いてなかった。でも、極形式とか掛け算の意味を知らずにこれ見て、まあもちろんこの数は有名だから一目で、まあもちろん気づくべきなんでしょうが、それでも、やはり、極形式で表してやると、マイナス2分の1で、まあこれもちろん絶対値も確かあれかな、習わないのかな、数人だと原点からの距離です。原点からの距離、これはもう4分の1足す4分の3なんで1、まあこれだから、ですからこう120度というふうにこう極座標で表せばオメガで、掛け算の意味は複素数の掛け算っていうのは絶対値はかけて、で角度は足してください、だからオメガ2乗すればここだし、で3乗すればこの1になるっていうんで、オメガの3乗が1であるというのは、この極座標を書けばまあ一目明らかと。なんでまあオメガ3乗引く1が0だから、オメガ引く1、オメガ2乗プラスオメガプラス1が0と。でまあ括弧1番は2005乗で、オメガってのは3乗すれば1の数なんだから、3乗ごとに1、要するに2005、3で割ってあまりいくつかっていう話だけなんですが、だからといって2005から3もやるのはやはりよろしくなくて、3で割り切れるかどうかの数の見分け方っていうのがどういう仕組みになっているかを考えれば、これが3で割ると 333A 足す 33B 足す 3C 足す A 足す B 足す C 足す D で、各位の和が3の倍数なら3で割り切れるっていう、この3の倍数の見分け方の証明を意識すれば、各位の和っていうのは3で割った余りも表していると。じゃあ、2005、3で割った余りを割ってたら、まあ、2たす5の7。もちろん3で割った余りだから、7じゃまだ割り切れるんで、割れるんで、7割る3は2余り1だから、余り1ですということは、オメガ2005じゃ結局オメガの1乗、まあこの数です、それだけのことです。で括弧2番なんですが、オメガの n 足す1乗足すオメガ足す1の 2n 引く1乗が0であることを示せと。まあですので、オメガってのはこのような数なんで、オメガ2乗足すオメガ足す1が0と。ですので、まあ、これがあるんで、じゃあ、オメガ足す1がマイナスオメガの2乗と。ということは、この式は、オメガの n 足す1足すマイナスオメガの2乗の 2n 引く1乗と。で、じゃあ、これは、まあ、こっちはそのままで、マイナスの、これ奇数乗なんで、マイナスの奇数乗だからマイナスがそのまま出て、オメガの、これで掛け算するんで、4n 引く2乗と。で、オメガの3乗は1なんで、当然 3n 乗も1です。n 自然数なんで。そうすると、これは、オメガの n 足す1引く、3n 乗分はもう1になるんで、オメガの n 引く2乗と。で、じゃあこれ、次数が少ないのはこっちなんで、少ない方でくくってあげると、オメガの n 引く2、括弧、あと3ですよね、3乗。で、オメガの n 足す1乗。で、こっちは同じ数なんで、引く1と。で、オメガ3乗引く1は0なんで、0が示せたという感じなんですが、こんな長くいかんという場合、まあ、この極座標の意味を理解しておけば、ダサい方法でも一応できますと。オメガの2乗はここ。で、
オメガマイナスオメガの事象って、これもですから、複素数の掛け算の意味を考えれば、マイナスをかけるっていうのは180度回すって意味なんで、オメガの、マイナスオメガの2乗って、これが180度こっち。これがマイナスオメガの2乗ですと。なんで、これ60度なんで、マイナスオメガの2乗っていうのは、6乗すれば1です。じゃあ、で、オメガは3乗すれば1なんで、こっちが N で、こっちが 2N なんで、N が3の倍数でならば3乗が出てくるし、こっちは6乗が出てくる。じゃあ、ややダサいですが、N を3の倍数か3で割って1余る数か、3で割って2余る数って分類してやると、オメガの N たす1乗は、3M の場合、オメガの 3M 足す1乗足す、マイナスオメガの2乗の、6M マイナス1乗と。そうすると、これは、3乗で1なんで、オメガ。で、6乗で1なんで、これは、マイナスオメガの2乗のマイナス1乗。で、マイナス1乗っていうのも、オメガのマイナス2乗がこれで、マイナスオメガの2乗がこれで、マイナスなんとか乗っていうのは、この角度の分だけ、今度こっちに来るって意味なんで、ここですと。そうすると、これとこれ足すっていうのは、実部符号反対、虚部も符号反対なんで180度だから。なんで当然これは足せば0ですと。で、これは終了した。じゃあ次。3で割って1余る数の場合は、オメガの 3m 足す2乗足す、マイナスオメガの2乗の、2×3m 足す1と引く1なんで 6m 足す1。そしてこれはオメガの2乗を足す、これは6乗で1なんでマイナスオメガの2乗。でマイナスオメガの2乗ってのはこれですと。じゃあこれはオメガの2乗足すオメガ足す1で、これは0ですと。で、これも終わった。じゃあ、これオメガのこれの場合は3m 足す3乗とマイナスオメガの2乗の、3m 足す2だから 6m 足す4引く1だから足す3。そしてこれは結局3乗なんで1と、これはマイナスオメガの2乗の6乗で1だから残ってるのは3乗だけ。そうすると、マイナスオメガの3乗っていうのは1足す、マイナスオメガの6乗なんで、オメガっていうのは3乗で1だから、これは6乗も当然1。じゃあ、1引く1で0と。いうふうに、まあ一応示せます。まあこれや、ダサいですけどね。でもまあこんな風な方法もあるよと。極座標の意味が分かっていれば、こういったこともできますと。で、カッコ2番が終わったら、もうカッコ3番はもうおまけみたいなもんなんで、整式をこれで割った、割り切れることを示せと。じゃあこれを、これで割った小を F カッコ X で、これで割ってるんで、カッコ X2 乗プラス X プラス1。で、二次式で割ってるから、余りは1次以下なんで、AX プラス B と。まあもちろん AB 実数と。で、じゃあ X にオメガを代入したら、カッコ2番より、これ0ですと。オメガ。この、同じ式なんで。0。で、ここも0。オメガ二乗プラスオメガプラス1イコール0ってな、さっき示したの。ってことは、A オメガ足す B は0と。で、オメガは虚数なんで、で、A、B 実数だから、足して0は成り立つためには、A イコール B イコール0でなければならない。すなわち、余りは0です。割り切れます。ということになります。じゃあ、以上です。ありがとうございました。